はい、今日はですね、松本市中央にありますお蕎麦屋さん、マルシウさんにお邪魔して、まるっと蕎麦をいただいてみます。蕎麦屋って書いてあるからね、間違いなく蕎麦屋だ。店内は落ち着いて雰囲気だね、中庭が見えて。はい、これがメニュー。どうやら十割蕎麦がおすすめみたい。十割蕎麦は塩で一口お召し上がりください。店内はね、町屋を改修したというだけあって落ち着いた雰囲気で木のいい香りがしますよ。お、来た来た来た、十割蕎麦、綺麗な蕎麦だねこれ。はい、じゃあ最初に塩をね、ゴリ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 、こんな感じ。じゃあいただいてみますか。うんうん、お、綺麗な蕎麦だよ、ほんと繊細。あー、いい香り、新蕎麦のいい香りする。で、これ、おい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 、もう一回ちょっと塩でいってみるかね。おおおおお、いい香りする。うん、やっぱりいい香り。うん、よし。うんうん、おい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 。あ、そ、蕎麦湯持ってきてくれたんだね。うん、セボン、セシルセアシセボン、ビシデショワーズ、ボンジョロー。えい、で、お約束。この蕎麦、ザーだもんじゃねえな。はい、蕎麦湯で、ほっこり。うん、このそばおすすめですよ。って怖いわ。はい、ということで、マルシューさんでした。マル。